皆さんこんにちは。ジャーナリストの古瀬光晴こと篠原丈一郎です。今日はですね、ソウル市長のパク・ウォンスン氏が、はい、亡くなったということがニュースで流れた、その当日たまたまですね、山岡哲秀さんと密談をしている予定が入ったんで、これはいいチャンスだ、ちょっと意見交換しようと思いましてね。いやショッキングだね、ニュースですね。いうことでちょっと皆さんに配信しております、はい。私がですね、昨日からずっとね、かなり現地とも連絡を取って掴んだ中身だと、ともかく昨日行方不明になって、ようやくですね、今日の未明、今日は今7月10日ですが、10日の未明0時ぐらいに警察犬によって見つかって、3時には少なくとも病院に運び込まれたんですが、死亡は確認されている。3時までって結構時間空いてます、ね、あるんですよね。だから何のために運んだか分かんないですけど、実はもう先回りして言うとね、かなり遺体の状態ひどかったようです。で、顔は見分けがついたと。あとね、はっきり日本で報道してるとこないんですが、もともとその携帯電話の通話記録で、ソウル市北部で失踪しているということが分かったもんですから、彼も北の方に住んでるんですけどね、探したところ、なんとですよ、本来は警備がね厳しいはずの大統領官邸青瓦台の裏山の中で見つかったと。ということはそこまで運ばれた、連れてこられた、本人が言ったか、でもそんな簡単に入れるところじゃないと思うんですけどね。なんかメッセージ性を感じますね。そうですね。だからね、大統領官邸に近いということで、もう当然これはね、そこにはムン・ジェイン大統領がいるわけですから、何らかのメッセージをね、ムン・ジェインにしたんじゃないかということが疑われるわけですね、今入っている情報ではね。で、私はもう皆さんご存知の通りですね、奥山正治先生が翻訳されてですね、山岡哲秀さんが翻訳されたサイレントインベージョンの話、オーストラリアにおける C 国の勢力がね、浸透していた話と同じように、実はこのパク・ウォンスンという人物について私は注目しているのはね、1980年代以来慰安婦の問題でね、いろいろ理論的なね構築をして、旧帝体教が結成される時も全部関与して、日本にもしばしばこの従軍慰安婦の関連のシンポジウム全部出て、あと弁護士としてはね、ジェンダー問題の権威って言われてた人なんですよ。ですから女性運動なんかにも深い、日本でもその非常に親しくして、パク・ウォンスン氏のですね、いろんなシンクタンクの日本事務所もあるんですけど、結構日本のジェンダー運動の関係者が入っているということもあるんでね、それがですね、表の報道ではなんとですよ、昨日失踪する前の日の7月8日には、女性秘書からセクハラ問題で告発を受けてるっていう、なんとも信じがたいですよね。そうですね。そういったそのセクハラのパターン、訴えられるパターンっていうのを熟知してるわけですしね。そうなんです、はい。で、またそれを受けたからといって突然失踪して即遺体で見つかるというところがね、ちょっとありえないですよ、はい。そんな嫌な経歴の人じゃないんで、それにディフェンスの仕方だって熟知してるわけですからね。そうですよね、はい。むしろね、私はパク・ウォンスン氏についてはね、最近私ね、面白いんですよ、攻撃がね、あってね、あいつはデタラメ言ってるってね、攻撃のね、一つの矢面になって一つがね、昨年の10月に、10月号ですね、花田の10月号で暴露しました、北のね、NK 国のね、指導者に対する忠誠を誓うね、静止文、誓いの言葉の文っていうのをね、暴露したわけですよ。ムン・ジェイン大統領も入ってるんですけど、なんとこれパク・ウォンスン氏も連名していて、その中にはね、こういう一節があるんですよ。我々はそのね、チチェ革命の大義のためには、自分の生命を藁のように投げ出す、で、これ実はこの誓いって大事で、皆さんもご記憶されてるかわからないんですけど、1987年に大韓航空機爆破事件、日本人に化けてやったですね、工作員のキム・ヒョンヒが文字通りですね、この秘密がバレることを避けるためにね、青酸カリ自殺を図ったわけですよね、はいはい。で、もう一人のね、年取った男性の方も完全に死んでると、自殺する、指導者の忠誠とその父親思想のね、大義のためにはね、身を投げ出す、そうしてこそ政治的生命が生きるっていう点で言うとね、私はどうもね、そのまず娘に遺言を述べて、出てっても一人で行ったんじゃないんじゃないか、だから当然もうね、あるところから死ぬことを命じられて、
覚悟の上で出たんじゃないかっていう、うん、そういうストーリーを僕今あの仮想してんですよね。何も根拠ないですよこれ。ただ周りの状況からちょっと、ね、最近のあの携帯業の、はい、元慰安婦のね、はい、あのイーヨンソおばあさんとの、はい、その確執の中で、はい、まあ、いろんな不正がボロボロ出てきましたよね。ね、はい、でそこにあのパクヨンスンが関わってないわけがないんですよね。ないですね。まずあの、はい、旧帝大教を作るときにまず関わったパクヨンスン、はい、それからですね、あのソウル市長になったのは2011年ですが、市の予算を大量にですね補助金として与えながら、同時に活動拠点としての女性と人権博物館というのをソウルに作った時、うん、これは既存の家屋を買い取ってですね、うん、あの整備したんですけど、この時もソウル市が講演し予算も出してる、うんうん、まあ、そういう形で、あとこれも大事だと思うんですけどね、あの今闇の中なんですが、管理者が自殺しましたけど、はい、元慰安婦の方たちの保養施設、うん、っていうか、まあ、あの住めるような施設ですよね、ここ の, その資金流用疑惑というのが出てますけど、うん、これもソウル市は深く関与しています、うん、そういう点でね、やっぱり金銭的なね、いろんな不透明な流れ、ここにね、何か知ってることがあったんじゃないかという感じですね、うん、そうですね。あとあの私見ていて、あの帝大教のですね、うん、海外へ の, その活動の拡散がすごかったんですよ、はいはい、うん、なんでこんな活動できるんだっていう部分もありましたからね。いや、あれはね、だから、はい、あの私もずっと去年から、うん、あのパク・ウォンスン氏があの記者会見した中身でお伝えしてるんですけども、ソウル市が、ね、予算として日本円で50億円取ってですね、うん、200を超える市民団体に、恒常的に補助金を出すようにしたという発表したんですけどね、その補助金出される団体には当然ですね、希望の種とかいろんな団体があるんですけども、うん、日本の例えば沖縄辺野古の座り込みに参加したり、大阪あたり来て慰安婦の、まあ、なんていうかね、話を聞く会をやるとか、そういう形で日本に来る資金にもしてるというような状況があるんでね、うん、これも深くパクヨンスンかかってます。もう間違いないですよね、はい、うん、まあ、でも彼が抱えているさまざまなその秘密が今だから追及されたら、あの帝大教の彼にはですね、はい、まあ、それが外に出てしまう恐れがあると、はい、いうことですよね、はい、私で今あの韓国の協力者とですね、いろいろ調査して、なかなかこれは大変な、まあ、韓国には大変な状況で言論弾圧も厳しいのでね、これあんまり知られてないですよ、言論弾圧ひどいんですよ、うん、で結構逮捕されたりって出てるんだけども、そういう中でも調べてる中で浮き上がってきたのは、この旧帝大教の資金の一部が日本経由で北に流れてるんじゃないかっていうことがだんだんこうね、韓国の中でも明らかになりつつあると。そのやっぱりキーマンになってるのが、うん、対日工作っていう点でかなり役割を果たしてるパクホンスンじゃないかっていう話もあるんですね、うん、まあ、そのソウル市のそのバジェット予算をですね、そういった形で使うってこと自体やっぱ尋常じゃないわけですから、 そうですよね、うん、それはやっぱりそのまさに中心人物と思って間違いないですよね。そうですよ。でもその場合あの日本側に受け手があるわけですよね。受け手があるわけですよ、はい、それはやっぱり労組とかそんな感じになるんですか。あのね、実はね、パクウォンスンが2011年に初当選した時に、私はあの実はその実際直行選員から聞いてるんですが、日本のユニオン系の労働組合の人たちがだいぶ応援に行ってるんですよ。ユニオン系ですか。あの一番分かりやすいのはカンナマですよね。はいはい、はい、カンナマの人たち、あと私が知ってるのは首都圏青年ユニオンですね。あのユニオン会にもいろんないい人もいるんですけど、うん、あの私の付き合いがあるんですけどね、そういう人たちがね、あの反貧困ネットワークの人や、うん、あるいはですね、一部日本の共産党員も含めてね、うん、選挙のやり方ノウハウを、ね、伝えに行ってると、うん、で現地でかなり陣頭指揮もやってたと。でそれからですね、そのパクオンスが初当選した後にですね、この日本のユニオン系労組のやり方を真似て、うん、韓国のソウルでもユニオン系の、ね、青年労組ができたりということが、うん、あるんですね。その青年労組の人は日本にもね、うん、結構来てるんですよ、うん、そういう意味では日本のいろんなあの左派運動ともかなり深いつながりですね、うん、そうしますとね、結局その北朝鮮があって、はい、そして韓国がある、でしばらくその韓国と北朝鮮は断絶状態で直接コミュニケーション取れない時期があったじゃないですか、はいはい、そこへね、あたかもこう日本が第三者として入って、はいはい、日本経由でっていうのがかなりあるでしょう、はい、あると思います。そういうそのルートっていうものが確立されて久しいという印象を受けるんですよね。そうですよね。私は知る限りではまず旧帝大教に戻るようですけども、旧帝大教の結成の時の話っていうのは面白くて、うん、旧帝大教を作る時はまだね、
かなりもう韓国が民主化になったばかりで、うん、そういう民主派って、まあ、当時は民主派って言ったんだけど、キリスト教の指導者も含めて海外に出ることができなかったんですよ、それまで、うん、できるようになって日本に来たと。その時にね、日本に87年なんですけどね、うん、これパク・ウンスンがいろいろ下地を作りながらですね、韓国のキリスト教婦人連合の人が来て、実は社会統計の減衰期に世界大会が来た時にですね、日本のキリスト教婦人教風会と同時にですね、北朝鮮の側の統一戦線部、統一戦線部、北朝鮮のね、朝鮮労働党統一戦線部の関係の組織も来てたんですよ、社会統計の減衰期。そこで、まあ、これもすごい話なんですけども、洋上でね、これパクトジンテレビっていうね、朝鮮総連の幹部で朝鮮大学の先生だった方が暴露してるんですけどもね、洋上でね、船の上で三者会談やって、要するに日本で、要するに韓国では会えないわけですよ、北の人と。で、日本を媒介して北とも連絡を取って、でそこで日本社会党がそれをサポートしていると。日本社会党婦人会議ですね、うん、ですね。で、はい、でそれからほどなくしてね、日本でシンポジウムを繰り返しやられて、私91年のシンポジウムの記録をね、たまたま古本屋で手にしたんですけど、うん、パクオンスちゃんとパネラーでも出てるんですよ、うん、でそれにはもう北朝鮮の人、あるいは台湾の人、中国の人も、元慰安婦の人も呼んでですね、国際的な進歩やって、うん、山岡さんが一生懸命オーストラリアで頑張られたね、海外に慰安婦像を広げるような運動の下地作りやってるんですよね、うんうん、そっから来てるわけですよね、はい、いやだからまさにその中枢の黒幕的存在なわけですよね。そうですよね。だから、うん、それまではね、だから86年に実は彼は韓国で韓国現代史研究所というのを作って、そこでですね、日本は戦時中ですね、20万の韓半島女性を強制的に連行して性奴隷にしたっていう、そういう歴史のひな形を作った。で、実はこの背景にね、日本人拉致問題があると。日本人拉致問題について非常にアンチなイメージが NK 国北についてはもんですからね、それを艦隊インテリジェンスする意味で、このイデオロギー的な道具を作って運動を作ったっていうのが、今ね、韓国の私のその協力者である仲間の見立てなんですね。まあ、その仮説というのは説得力はあると思いますよね、うん、その北朝鮮があって、で韓国がさっき申し上げたように、その日本が仲介役をしていると、うん、で日本側にそれをサポートするその機能がいろいろあって、はい、だからその3社が共同をしてやっていくと、はい、そうするとパク・ウンスの立場というのがまさにその新北というか北崇拝で、北のその工作を助ける立場にあって、 それで日本を利用してやると、うん、これもうまさにそれでぴったり説明できるですよね。そうなんですよ。まして彼は75年にね、左派学生運動の中で、入学したばかりの大学生時代にね、まあ反パクチョンヒ、朴正煕政権ですね、反対闘争に、まあ、デモに参加して逮捕され暴行されるということもありましたからね、それ以来もう左派運動一筋の人なんですよ、うん、でその後もですね、91年以降も例えば他の方も指摘されてますが、2000年にこれまた大きくね、アメリカヨーロッパに慰安婦像を広げるきっかけになった国際女性戦犯法廷、うん、アメリカ人とかヨーロッパ人もいっぱい参加してます。ここでですね、検事役としてね、当時弁護士のパク・ウンスン氏は参加して、昭和天皇が20万の韓国女性を拉致して性奴隷にした、で王侯を死なしたということで、その戦犯であると、まあ、休憩をしてるんですよ、戦犯として休憩していると、まあ、裁判ごっこですけどね、うん、韓国流の市民運動のやり方なんですけど、うん、まあ、これがですね、まあ、日本の多くの、ね、女性国会議員が参加し、うん、ジェンダー運動の方たちも参加してですね、大きくその日本のなんていうかね、戦争犯罪キャンペーンのね、広がるきっかけになってますね。まあ、本当にあそこからすごい勢いでね、広がりましたよね。まあ、で、まあ、いろいろ聞きましたらね、実際韓国での弁護士活動も国家保安法といって、別に反共法と言われたりあれなんですけども、新北朝鮮の活動をした人は死刑を含めたね、休刑されるっていうものなんですが、これの弁護活動と、あとセクハラ問題とかのね、裁判を結構手掛けてたと。ところが今回ね、表面に今、まあ、韓国マスコミで出てるのは、失踪する前日に女性秘書に2017年以来セクハラを受けていたと。他の女性たちも被害者多数いて、私が勇気を振るって訴えたんだということを、ね、記者会見してるんですよね。まあ、あまりにもなんかできすぎた話ですね。そうですね。何かそういう、こう表向きの理由を用意したという印象ですね。そうですね。まあ、尋常じゃないですよね。だからそういう、ね、死に方もね、
正常じゃないですよ。やっぱ激しい国ですね。もう大統領もみんなろくな死に方しないし、本当にひどいですね。うん、こういう黒幕がまたこういう結末を迎えるというのね。これやっぱり思うんですけどね、その日本側もこのただぼーっと見てちゃいけないんじゃないかと思うんですよね。この停滞、私もいくつか記事書いて、あの英訳もして出してますけどね、そのまあ停滞期の間もそのほつれがあって、いろんな矛盾や不正が暴露されてくる、そしてそれが今度こういう結末でしょう、うん、やっぱりこれはただぼーっと見てないで、積極的にこちらも調査してですね、発信していかなきゃいけないんですね。まあ、そういうことでね、なんと私は還暦になる、私の誕生日が近くとなんかいろんなこと起こるんですね。あの地球っていうのはね、まあ、どうでもいいけど、あの今日は7月10日、明日は7月11日で、私の還暦記念のですね、ライブ放送ですね、およそ午後3時、また予告出してもらう、およそ午後3時から6時間ぶっ通しでやろうと思ってます。それで、ゲストの一人が山岡哲秀さんなんですよ。またこのお話のね、続きはね、明日やりたい。常念司さんとかね、坂東忠信さんとかね、この手の話には言ってつけの人いっぱい来るんですよ。だからぜひね、皆さんね、明日もご覧になってください。坂東さんなんか霊界の話されてくれそうですね。なんかそうですね、ちょっと、はい、それも期待しちゃうな。篠、うん、原さんの前世を、あ、はい、あの、うん、暴露するってなんか言ってましたよ。あ、なんか前世はなんかソ連の軍人だったって言われたいるんですよ。楽しみですね。はい、はい、じゃあそういうことで皆さん、はい、明日楽しみに。はい、またお会いしましょう。どうも失礼します。失礼します。